ことは幼稚園保育所みたいなのかな。わ、綺麗だ、なんか綺麗だ。どうしよう、クロスウォーク、何があるの、ショップ、カルチャー、カフェ、レストラン、あるんだ。ちょっと見てこっか、どういう構造。ここが半地下ってあったかいなのかな。この上か、上が1階か。へえ。そっか、大阪やでな。こういうところも大阪なんよ。え、だって名古屋とかこうのパターンないよな、ないよな。伏見とかもそうだよな、逆だよな。そば打ち始めました。そば屋さん結構あるんやな。あ、ここなんかいろいろあるわ。いいじゃん、なんか食ってこう。ちょっとパッと食ってくるのよさそうな。ここはランチ、あ、なんだ、へえ。ディバーリー手洗いもあるし、へえ。やっとこう今閉まってんの、へえ。あ、本当にガチの薬局って感じだな、うん、処方箋のここからファイン系列みたいだけど、本当は日曜祝日定休なんだ、へえ。ここは何か憩いの場みたいになってるわ。何何リストランテユトゥールナ、ユトゥールナ、フランス語の書き方、あ、フランス語じゃねえや、この書き方はユトゥールナ、イタリア読みやけど、イタリアは J で、やいうような音になりますからね。やるのつるりとかね。だから、ジョーダンって書いて、ヨルダンってなったりするね。ラテン語って言うかそうだよね。うん。ただ、あんまり J という言葉自体は使いませんけど。で、ジャーの音にするには GI 使いますよね。だから、日本を表すときも G なんですよね。GIA でジャポナイズってなりますよね。うん。確か。我が家になぜかありますからね。おうおう。こっちは何もないか。これは何？何してはるんや。あ、そういえば。すごい。ここ何？ABC って朝日放送か。はい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 。テレビ局のね。そういうことな。こんなところにこんな広いスペースがあるっていうのは、これ市民の憩いの場としてもいいですよね。川も見えるし。結構これも元気遊んでましたね。わーっと走り回れるぐらいのスペースがありますからね。で、ここでなんかいろんなあれかな、収録のイベントとかやられるのかな、そんな感じなんかな。ここ自体はどうも住居兼ね、住居兼ねてんのこれ、面白い作りやな。いなせそばどさんじ、どうしたいの？モエシャンドとシャンパン。わ、シャンパンが買えるのか、買えるんじゃなくて飲めるのかな。モエって言ったらシャンパンの有名なブランドですよね。F1 のシャンパンファイトを使うのが今は萌えですよね、確か。ここはモダン、モダンチョップハウス、
チョップハウス。コース制なんだ。すごい。おお、ちょっと今日のあのサイフォンコーヒー、あーコーヒーいいじゃん。ホットドッグランチ、あ、ホットドッグランチでいいじゃないですか。これサイフォンコーヒーとかだ、サイフォンなんだな。いただいていこうかな。よし、じゃあちょっとランチいただいていきましょう。まだいいよね、3時までやりたい、全然余裕だ。よいしょ。さていただいてきました、グッドサイフォンカフェさん。おや、美味しかった美味しかった。ホットドッグいただいたんですけどね、こんな感じで、あのホットドッグの大きさもね、十分しっかりある、バンズがあのちょっと固めフランスパンに近いような、でも中はあのもちっとした感じのね、やつでね、全然あのフランスパンみたいに固くて噛み切るのかっていうようなことは出てない感じ、のパンのところで、そこにね、あのパンがしっかりしてるので、ね、中入れタイプですね、あのオニオンとかが。なんで、あのパッと見はあのソーセージの上にね、あのケチャップがかかってるシンプルな感じですけど、いやいやいや、よかったね、ここは。そう、美味しかったです。700円、全然ありですね。最高のコーヒー付きですからね。いやー。で、なんか、ここでいろんなイベントとかもやるような感じなんかなって。一応、この辺りが、福島っていいのかな？堂島リバーって、堂島リバーってなってますか？そう、堂島、ちょっと地域名がよく分かってませんけどね、まあ、こっちの方は結構高級な感じのね、バルとかそんな感じのがありますけど、まあ、全然美味しかったです。一応ね、チェーン店らしいんですけど、あれですね、あの三万回ってな、聞いたことあるな、多分大阪の難波とかにあるようなのもあったと思いますけど、あのこの辺りのね、地盤の、コーヒーチェーン店さんということみたいですね。いや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 、いい店でした。あのランチセットとかがあるのかあれか知りませんけど、このところも多分サイフォンカフェなんですよね。この、携帯のお店はもう1店舗西宮かどっかにあるみたいな、案内が書いてありましたね。これはいいとこ見つけましたね。これはちょっと歩かないとわからないんじゃないですか。いいところ行ったんじゃないですか。ちなみに地下1階がこういう風にして普通に地上階っていうのは面白いですけどね。で、一応ね、こっから駅はね、そう、梅田からやっぱりもう一駅分離れてるみたいですけどね。福島駅。福島一丁目ってなってるもんな。これで福島でいいんだよな。まあ、やっぱりそっちの方までは来てたみたいですね。だいぶ歩きましたもんね。あ、でも結構あちこちにいろんないっぱい人もおるし、ちょっとおしゃれな店が多いな。さっきのとこもね、入りやすい感じではありましたけど、おしゃれでしたよね。そう。いやー、福島一丁目なんかな。で、なんかもう、駅が近いみたいになってましたけど。ちなみにこの辺りは料金どうなん？あ、でもまだこの辺りは高いな。3時間ごとで最大1200円やもんね。1時間に1000円。1時間800円って言ったのか。ああ、昼間高いな。あ、ここでも阪神電車の福島駅なんや。よし、じゃあ。せっかくですから阪神電車乗って、あ、ターミナルしときましょうよ。せっかくですからね、一駅だけがなんかな、こっからやと。駅の入り口はそこかな。こっちにもいっぱいいろいろありますけどね。南橋市から、あ、当たったら本格弁当ジャンボ、でかそうですね。
気になるところですけどね。まあ、さっきのところで、ただ、フリー Wi-Fi でね、データもいろいろ遅れたんでね、よしよしよしと。じゃあ、せっかくですし、じゃあ、上田駅に行くと言ったのを福島駅の、キャンサーボットことに変えて、ね、初めからここが目的地だったはずなんですよね。阪神電車で乗ってみましょう。初めからそういう予定だったってことにしておきましょう。よしよしよし。